ひなこです。イエーイ。さあ、パチパチとさあのタイミングを間違えてしまいました。今日はですね、ひまわりケーキを作ろう。はい、ということで、私10月の6日が誕生日でございまして、それで自分の誕生日ケーキを作っちゃおうかなと。で、10月4日に単独ライブ秋に咲くひまわりっていうのをやるので、それのオープニング VTR を言ったケーキを作ってる様子にしようと。だからオープニング VTR 撮りながら YouTube でひまわりケーキを作る様子を同時に撮るというハイブリッド撮影で今日はやりたいと思います。それでは行きましょう。ひなた TV スタート。こちら材料でございます。イエーイ。まさかのほとんどできてるやつ、はい、ということで、こちらのスポンジケーキ2枚入りのやつとみかん、これ非常に大事、これあのフルーツいっぱい入ってるやつ、あと生クリーム、あと一番大事、麦チョコ、これを使ってみんなが真似できる簡単ひまわりケーキ作っていきます。ひなた TV。 まずもうこいつの中にぶち込みたいから、これってさ、ここにクリーム塗るのかな、どう思う？あ、どうなんだろう。こっち、こっち、いやでも、こうしようか。そうっすね。よし、じゃあクリームを早速塗っていこう。え、これさ、え、え、合ってるこれ？はい、合ってなかった。わけな、ケーキ作り動画であんまないよね。アルミ取るみたいな。ああ、全然ちゃう。いきます。いい感じ。一回ね、ちょっと塗りすぎてもあれなんで。おお、めっちゃいいやん。ほんでフルーツ、これもビニールをめくります。結構うまくめくるのがね。これさ、この、これ何？赤いやつ、人参みたいな、なんでしょう、桃ですかね。あ、確かに桃、桃グレープフレークじゃないかも。結構水分出てる。ビチャビチャなるんちゃう、これ。フルーツたっぷりにしたいと思います。あと1個ぐらい入れよう。しゃ、 OK。 じゃあこの上にクリームをのせたいと思います。あ、こう、こっち、まあいいか。いや、甘そうですね。よし、そしてこれは軽く間を埋めるように隙間ができないぐらいに塗っていきますね。こんなんで合ってんのかな。よし、で、もう重ねて、押しすぎて破れちゃう。え、こんなさ、隙間空いてるもんかな。ここにだからいっぱいクリームぶち塗ればいいってこと？塗ってっていい？もう、はい、よし。さあ、こういうのでしょ。きちゃな。え、これ大丈夫？オープニング V。 おしゃれに撮ってな、お願いしますね。めちゃくちゃない。ちょっと
サイトで載ってたんとちゃう。まあまあ、でも一番最初やから一旦ね、この間をこう埋めていく感じですよ。ケーキとフルーツの空間、隙間をね、こうここで埋めるんですよ。まずクリームで。これ終わったらみんなで食べるわけやから。頼むよ、みんな。よし、クリームを追加。これもう、こうしたらええんちゃう？こうやろ。ああ！いいね！これでこう伸ばして、いいですよ、いいですよ、すごく。こう。私はパティシエよ。これ工作。でも私工作は得意やから、こう DIY と思えばね、この壁に塗ってるのと一緒やから。ちょっとさ、私あれに憧れてんね、いい店のふわっ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 ていうクリーム、それをちょっと作るから。ふわふわ。ね、塗ったクリームそぎ落としてるだけやねんけど。ハゲてきてる。なんで？結構増やしたのに。おかしいな。いいんじゃない？よし！グッ！ひなた TV。 さて、続きまして、みかんを出したいと思います。指気をつけていただく。久しぶりやな、缶詰のみかん。そしてここに、え、美味しくなさそう。ずっと、よし、これ一番大事。慎重に花びらを4区画に分けて置きます。その間を埋めていく。おお、いい感じ。あいついっちゃうじゃん。麦チョコを投入したいと思います。やっぱ上からがこういうの大事ですから。普通にやろうか。マジさ、うんま、こんなん言ったらあかんけどさ、鹿がうんこしてるみたいなスピードの出方やったやんな。うち奈良の公園でこんなん見たで。うちこんなん言えや。普通にざっと言えますよ。おお、え、いいんじゃない？ひまわりっぽくない？完成。あ、さあ、そして最後の仕上げでございます。あきり咲くひまわりアイクッキー、注文して作ってもらいました。めっちゃ可愛いな。やばいよな、おしゃれすぎやねんけど。ここに置くだけ。いいですか？完成！できました！秋に咲くひまわりケーキ！やったー！可愛いですね。ちょっと綺麗にするな、まあ。日向単独ライブ、秋に咲くひまわり、スタート。
イエーイ。かわいい。かわいい。写真、写真。やった。ひなた TV。さあ、ということで VTR もできまして、概要欄の方に完成したオープニング V を流していますので、そちらは見てください。よろしくお願いいたします。そして、10月4日の単独ライブ来ていただいた皆さん、配信を見てくれた皆さん、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。またライブとかが無限大ホールとかであると思いますので、遊びに来てください。この動画が少しでも良かったよなんてあなたは、コメント、高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして10月6日、10月6日はひなたの誕生日です。10月6日はひなたの誕生日です。 SNS なのでおめでとうって言うように。以上、ひなた TV でした。バイバーイ。どうなわけ？おうおうおう、いいやん。